最悪クレイジングルームへようこそなんでメイク落とさなあかんねんみんなメイク落としたみんなどういうことやね俺が言ってんのはクルージングルームって言ってんねんクルージングルームかわかる待ってめっちゃ可愛いやんアート聞いてるいや聞いてるしアートめっちゃ可愛くないいやちょっと待ってちょっと待って何何何今回2人のラジオ配信風にやろうって言って、うんうん、かなたさっき言ってたよな何何ゲストってゲストやゲストやゲストが、うん、冒頭から喋んのおかしいやろほらみんなも何何何ふらふら姫たちもデレ待ちいやデレ待ちじゃないからこれみんなこれデレてんねんでこれアスカこれデレてないしデレてるわちょっと待ってもう一回やり直すから 何をやるんだよ俺が、うん、今日のゲストは、うん、今日誕生日のいちごやかなたくんですって言うからそっから出てきてあそっから出てきたらいいねんなそうやで出てくるだけでね出てくるだけでねオッケー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 もう一回いくね、うん、姫たちごめんなもう一回やり直すから姫たちごめんなもう一回やり直すからマネせんでええねんマネせんでええねんかなた何配信いつもより遅れてんねんからわかるやろ20分も遅れてたなはぁ、あ、はぁ、あ、はぁ早押いきますうん姫たちも行くようん皆さんこんばんは。カイトアスカのアスカクルージングルームへようこそそっから行くねんな。そっから行くねんな。いちごやかなたくんでーすって姫たち、ち元気今日はね、5月13日。うん、まあ、知ってると思うけど、うん、ある人の誕生日やねん。そうやねん、ある人って誰ある人の誕生日やから。ある人って誰ちょっと黙ってくれなあなんでのそうやってちゃちゃ入れるからだんだん遅くなってって終わる時間がな長なんねんちょっと甘噛みしたらにえってかわいいな今日もあなた何前田君に言うで何を言う邪魔してくるっていや言ったところで毎日見てる毎日見てるまだあれか忙しいか毎日な今まだということで本日誕生日いちごやかなたくんですどうも皆さんいちごやかなたです拍手よ拍手これみんな拍手もんよこれひどいって言われてんねんけど正論やって俺正論やねんって絶対俺のことやろいやもうありがとうあパチパチってみんなハチハチって言ってくれてるみんなが祝ってくれてんねんねうんだってさっきの配信でもたくさんのアートみんな多分うん、時間かかったと思 う特に飛鳥山公園さんなんか絶対時間かかったと思ういや俺多分分からんで分からんけど、うん、あれ1分で書けんで絶対書いてない1分で書けるであれはきっと徹夜したと思う徹夜したんあれは徹夜したと思うマジで絶対したと思う めっちゃ嬉しいねんけど飛鳥ありがとう飛鳥じゃない飛鳥山公園さんいやもういや略して飛鳥でええやんもういやまあまあやろまあいいやろそれでそじゃあ飛鳥ありがとうほんで姫たちもなんかなんで笑ってんねん笑うとこちゃうから飛鳥山公園って飛鳥山公園さんに失礼やろ徹夜してしたんかって言うてんで網タイツって言われてんでほら飛鳥網うんそうやなだってアートもねめちゃくちゃ可愛いほんまやアート変わってる可愛いやっぱこうレジャーシートで二人でパーティーしてる感じ、うんうん、まあこの絵でうんそうやねお互いに、うん二人の幸せな感じ、うん、ハートだったり野球ボールだったり、うん、特にこのレジャーシートの上に座ってるこの座りレジャーヒートねレジャーヒート、うん、レジャーヒートねシートね、うんうん、その二人のね楽しんでる感じをね、うん、うまく表現できてなうん、すごい才能あるね才能あるね、うん、かわいいわさすがやで本当少女漫画で出てきそうやもんね確かにねかわいいかなたはあれん12時になったらたくさんメールとか来た、うん来たよおバイト先のさ、うん、U2 もいちか先輩もつかちゃんからも来たしさアスカのバイト先のコーラからも来たでいや来たでいやし、トシ君とかうん、トシ君とかトシ君もムチムチさんとかムキムキさんなムキムキとムチムチで正反対やからそう、ムキムキさんから来たよであと学校のコーラからみんないっぱい来ためっちゃ嬉しいねみんなみんな起きてたんや起きててんみんなありがたいよね嬉しいな嬉しい何嫉妬してんのいや別に嫉妬してんの急になんかあれや静かになったやなんでないやなんかやっぱりうん何みんな12時とかに起きてんねんなって、うん、いやいやいやアスカアスカの誕生日もみんな起きてくれてるっていやいやいや別に俺の誕生日は今いいねん
今いいね。嫉妬やで、ほらみんな嫉妬って書いてくれてる。嫉妬じゃないし。嫉妬案件よね。嫉妬じゃないし。可愛いよね。可愛いわ。別に、かなたが12時誕生日になっても俺は別に何とも思わんかったもん。え、何してたん？何がよ。何してたん？別に何も。部屋で、部屋でゴロゴロしてた。ゆいや。何がや。ゆいや。何よ。俺からいっぱいハグされてたって。してないし。されてないし。されてたや。別々の部屋におったし。いや、おらんし、一緒に行ったし、しかも行ったし、あずかの部屋に俺。来たから必死にいやもうあれやん、硬直してたやん。何がよ。もう硬直して一緒にもうあれやん、じっとしてくれてたやん一緒にじっとしてたってどういうことそう一緒におったよみんな。そうそう、ハグ許してくれてみんな。どう思う？いや許してないし。許してくれててやん。もう彼方の力が強かったそれで俺がずっと固まっててちょ待って、アート変わってる。めっちゃ可愛い。かわいい。話がすぐ変わるかわいい。あーってしてんだよ、裏アスカが。逆に前田くんもいるね。かわいいね。ありがとう。てか英吉、お前英吉、お俺のとこにおる。ほらやっぱり英吉俺のこと好きやねんて。いやいいねんけどさ、うん、姫たちに言いたいねん。英吉書くのはいいけど、うん、B 吉とか C 吉とか D 吉とかさ、うん、E 吉 F 吉がかわいそうやん書いてあげてや結構、ね、結構あの子たちもさ、うん、あれ俺はってなってるからさ。な、アキラさん書いてあげてじゃあすごいね、みんなほんまに。あ、変わったすげえ。変わっていくシステムやねんなこれシステムってこれなんていうの、こういうのなんていうんやったっけ。あの写真で言うはあるや、こうシュワーンって変わっていくやつ。スライド、スライドか、スライドショー。あ、スライドショースライドショーや。そう、スライドショーってみんな言ってくれてる。そうそう、まあ、スライドショー。姫たちがこうやってたくさん、うん、かなたのためにさやってるやんか。うん、まあ俺も少し、うん、何、まあこの誕生日の日に、うん、なんかやってあげようかなっていうのを思ってん。うん、何してくれんの。まあ考えてんけど、うん、まあやっぱりこの前ゴールデンウィーク企画で、うん、アスカナ検定やったやんか、うん、やった。それで姫たちが、うん、全問正解。そう、ありがとうみんな、嬉しい、ほんまに。いや、ほんまにこれだけ言わして。何、俺の問題の時は結構みんな勉強してくれてたと思うけど、かなたの問題出された時、うん、ほぼほぼかなた答え言ってたからな。いや言ってないよ、ヒントやって。あれ、いやいや、ヒントがいいからみんなあの答えれた。かなたヒントと思ってんねやろ。うん、俺は答えやと思ってる、うん、ちょっと姫たちに聞こうや。何、みんなあれヒントか答えどっちやったと思う？ヒントやんな、みんなヒントやんな。ヒントって言ってくれたらあれよ、アスカのチューが待ってるわ。いやおかしい物で釣るなアスカのチュー顔が待ってるから、みんな次の配信チュー顔みんな。あ、ほらほらヒントや、ほらヒント、ヒント、大なった。いや答えが大なった。ヒント大なった。答えって言ったらカナタがめちゃくちゃチュー顔してくれます。カナタがチュー顔してくれます。アスカのチュー顔、あ、ヒントやって、ほらいっぱいヒントや、ほらみんな、ヒントはいっぱい。姫、何何何、姫、何、答えって書け怖っ、上から目線怖いな。ほらヒントって言ってるよみんな。まあでもね、やっぱりね、うん、全問正解したということで、うん、まあ何かねしてあげようかなと思って。何何何で、俺がまあふと思ったけど、うん、やっぱカナタの誕生日を祝ってあげたいなと思ってさ。ふと思った。ふとな、ふと思った。別に前から思ってないし、なんかあやろうかな、いやでもどうしようかなと思ったら、なんか姫たちがやった方がいいんじゃないみたいな声が聞こえたから。待て待て、今ふって言ったけどさ、どうしようかなって考えてる時点でもふじゃないよな。うるさ、うわ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 、かわいいよな、みんなこういうとこかわいいよな。ちょっとボロ出てきてるよね、ボロっていうの、こういうのボロということで、うん、今日まあこれね、だいぶまあ2日3日前ぐらいから俺の配信で言ってたんやけど、うん、かなた誕生日企画。お、何、やっぱりかなたのことは俺が一番知ってると思う、うん、ということで、かなたの取説、うん、イエーイ。わっ、アートも変わってる、かわいい。かなたの取説、メレンゲ、メレンゲ人形や、かわいいな。俺の話聞いてる？え、何聞いてるって、こういう時に使うねん、わかる？かなた一人でぶわーって喋ってさ、うん、聞いてる聞いてるって、うん、電話ちゃうぞ電話ちゃうぞってさっきも言ってたよな。言ったよありがとう、アスカ。でね、かなたの取説、うん、これまあ簡単に説明すると、うん、みんなツイッターでね、うん、もういろんな質問が来ました。何？たくさん来た。その中でいろいろ
俺が選んで問題を読むよ、で俺が答える。もうほぼほぼ合ってると思う。でももし万が一違うかったら、違うよと言って、あのちゃんとした答えを言って。オッケー、わかった。ちゃんとした答えね、うん、万が一違うかったらやね。そう、うん、もうポンポンいくよ。ポンポンいこう、ポンポンいこう、ポンポン。これ一番ね、多かった。なになになに、結構多かったね。なに、かなたが、かなたがこっそり努力していることは、こっそり努力していることは、まあもうこれ俺はすぐわかるよ。なになになに、これね、毎日ね、身長を伸ばそうと牛乳を毎日1リットル飲んでます。はい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 、よう言いますわ。違う違う違う、身長を伸ばそうと毎日牛乳1リットル飲んでます。俺は見ています。違う違う違う、風呂上がりこっそり牛乳を飲んでます。違うの。だからスーパー黒沢行っても毎回牛乳は 3,4 本買ってます。最悪、誰これ、こんなこと言う、あれしたん誰これ。いやこれたくさんの姫から来たよ。ほんとさ、違うよ、努力はしてるよ、背伸ばす努力はしてるよ、こっそりじゃない、もう大胆にしてる。一緒や。大胆にしてる。合ってるやろこれ。合ってる、すごいな、アスカよう見てくれてる。さすがやろ。さすがやわ。で次はね、これも結構あったのよ。なになに、アスカの第一印象は、アスカの第一印象、そう、え、もうこれはわかる。まあ、なになに、ズバリ、なに、うわ絶対将来かっこいい王子様なるやん。はい違います、はい違います。これね、ちっちゃい時のね、アスカね、可愛かったよ。第一印象？何よ、王子様じゃない。違う。いつも寂しそうで泣き虫やって。やめろ、やめろ、それ以上言うな。な、もういつも泣いてて。かなた、かなた。何何？誕生日おめでとう。ずっと泣いてたね。やめろ。かなたやめろ。でも可愛かった。かなた。何？やめてくれ。いや、かなた。好きって言ってくれたらやめたるわ。いやおかしいやろ、言ってくれたらやめたるわ。いやいや、しゃあない。え、言うで、じゃあ言うで。はい、わかりました、かなた好き。はいはい、好き出ました、好きいただきました、みんなありがとうございます。最悪。こんなはずじゃなかった。次々行こう、めっちゃおもろいな、ね、これ次はね、うん、これも結構あったよね。ね、かなたの寝相や寝言について教えてください。これ俺わからんわ。それは分からんよね、うん、寝てるから。何？どんなこと言ってる？寝相はまあまあ、うん、よく布団を抱いてる。ああそうやね、抱き枕みたいにしてるわ。してるやろ、うん、寝言、寝言何？寝言これね、うん、もうなんやろ、めちゃくちゃ聞こえる。うん、何？俺が再現すんな。再現して。ふらふら。待て、そんなこと言ってんの俺？言ってんで、めっちゃ。しかもさ、あのちょっと聞きたいね。ん？寝言聞こえんのは分かるで、うん、部屋近いからな、うん、あの何、布団抱き枕にしてるってなんで知ってんの？部屋入らんの無理よな、見られへんよな。え、待って、ちょこちょこ見てくれてんの、もしかして。いや別に寝てんのかなみたいな。違うし、違うし、見てくれてんの。宿題したかなとか。うわ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 、宿題したかなとか、うん、でまあ何何何、2月とか3月は、うん、寒い時期もあったし、うん、ちゃんと布団着てんのかなとか、うん、思ったり思わなかったり。やばー、かわいい、かわいい、だる、かわいいよ、だるいただきました、皆さん、だるいただいたで、みんな。最悪、やっと出たで、だる。はい、もう次々いくよ。次々いくよ。はいはい、面白いな。かなたが今、うん、一番食べたいものは何？あ、今、うん、ナウ、一番今頭浮かんだ、出てきた。一緒に言おうや、これ一緒に言う。これ当たってたらちょっともうハグするわ。いや大丈夫。なんでな。いやわかるよこれ。わかる、もうわかる、いくよ、いくよ、せーの、プリン。おー、アスカハグしたるわ。大丈夫、アスカハグしたるわ。 やめろ、やめろ、やめろ、話せ。今年一番力使った。最悪。なんで。まあプリンっていうのはわかるけどさ、うん、まあ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 、プリンって美味しいもんな。プリン美味しいよな。アスカもね、食べるよね、やっぱ食べるよな、勝手に食べるよね。ほら姫たちが何何ギャーって言ってるやんけ。何ギャー、プリン、プリン、みんな好きすぎてギャーって言ってんの？違うわ、ハグで、ハグでわーって言ってんの。ハグでわーって言ってんの、みんなしたろか、ハグ。
逃げていかんといてな、ギャー言うて自由やな。まあでもこれ今ね、うん、今みたいな感じで、うん、なんか2人で同時に言うやつと、あ、いいんちゃう。そうそう、結構ね、うん、質問の内容でもそれによく似たやつがあって、うん、いちごちゃんが一番好きなひらがなは何。ひらがな、うん、待ってな、出た、今パッて出たの思いついたで。オッケー。え、ほんまにこれあったらすごくない。よし、すごくない。だって50音ある中で50分の1やろ、言うたら。よし、え、これほんまにあれよな、打ち合わせなしよこれ。もうなんか打ち合わせありみたいに思われそうじゃない。結構みんなも、うん、姫たちも予想してくれてる。何かーとか、あ、言わんとこ言わんとこ言わんとこ、言っちゃったらあれよ。いや、ちょっと待って、たまにブーとか言いねえけど句読点入れんのあり。え、50音の中じゃないよな、もうちょっと待って、70も70音みたいになるやん。え、句読点ありにする。なしやろなし、なし、な、50分の1やな、みんななしやでじゃあ行くで。うん、行く、うん、いせーので言うて。わかった。うん、いせーので。あっ、すげえすごない。なんであーやったと思う。なんであー、なんか俺アスカのあー、おー、アスカのあーって。そっちか。うん、なに。俺はカナタはバカやからさ、うん、50音でさ、最初あーいうえー、おあ、あーやって、そういう反応かないや、なんかアスカアスカ言うてるから、あーがなんかいっぱい思いついた、あーがいっぱい出てきて。じゃ逆に、うん、嫌いなひらがな。嫌い、なんか一番こう言いづらいというか。あー思いついた。オッケー、オッケー。俺一番言いづらいね、これ。俺も、俺は言いづらいっていうか、うん、出てこない、あんまり。あー、出てこない。難しい。うん、難しいね。うん、せーの、ほうこれだってさ、多分知ってくれてる人は多分知ってくれてんのかな、俺が言いづらいっていうの。俺は、うん、何、わおんのお。あ、お、ぼ、ぼ、ぼの方、ぼ、ほうじゃない。ほうじゃないよ。なんでやねん、ほうにしてや、ほう、ほうでええやん。いやいや、ほうはもう、ほうでええやん。なんかあったと思ったら、なんなんこれ、なんかちょっと、なんか何やられたかみたいな、よう、なんていうのこういうの、なんやねんそれなんていうのこういうの、うわ最悪、ほうと思ったら、あったと思ったのに、なんなんこれ、出落ち感っていうの、なんていうのこういうの何を言うてんじゃあ次、無人島に一つだけ持っていくなら。うん、これね、無人島、ゆなさんが送ってくれたんよ。無人島に一つだけ持っていくなら。無人島ね。あー、オッケー、わかった。うん、行くよ、せーの、プリンの元。元いえ、プリン持っていったらさ、やっぱ腐っちゃうやん。いや、元持っていってもやろ。なんか今さ、黒沢スーパーでさ、うん、よく粉とかあるやん、プリン作る粉、牛乳入れたらもうできるよっていう元みたいな、うんうんうん、それ。いや、元持っていったら牛乳どうすんねん。あ、お前牛おる家庭にしといて。無人島にかっこ牛がいるそう、牛がいる無人島に一つだけ持っていくなら、そうそうそう、プリンの元うわ、みんな言ってるやん、牛乳ないやんそう、元持っていこう、元なら、もうプリンでいいやん。プリンでいいなもう最初に食ったらええわじゃあ次、次何、行ってみたい国は。行ってみたい国、でもこれね、めちゃくちゃあるから絞ろうか。うん、なんか姫たちなんかある候補、行ってみたい国、その中でまあ2つ3つ選んで。そうやね、姫たち。うわ、すげえ、何これ、生クリーム。韓国、韓国、うわ、行きてー、韓国ね、ちょくい出た、自由やな韓国ね、やっぱよくね、姫たちから韓国語とかでサランヘヨとか来るしね。ね、来るね。あとアメリカ、アメリカ、うん、アメリカもいいね、いい、アメリカ。あとどこやろ、あ、台湾ね。あ、台湾ね、台湾もよくね、来るもんね。ね、スイーツ美味しいよね、よく言うよね。じゃあこの3つにする、この3つにしようか。じゃあ韓国、アメリカ、うん、台湾、今この3つで、うん、行きたい国、今、オッケー、決まった、決まった、うん、決まった。よし、行くよ、うん、せーの、韓国。あ、カナタが韓国、俺台湾。なんで、なんで俺台湾と思ったの。いや、だって、うん、タピオカとか好きやから。あ、なるほどね。台湾行ったら、うん、カナタ喜ぶかなと思って、うん、台湾って言ったら、韓国
って言ったからさ。韓国ね近いやん。台湾も近いけどさ、韓国も2時間ぐらいで行けるって聞いてさ、うん、でも韓国も美味しいのがいっぱいあんのよ、うん、そうだから韓国にした。でも台湾もめっちゃ行きたい。確かにね。アメリカもめっちゃ行きたい。行きたいけどまずはアジア圏から。そうやね、なんか近いとこから攻めていこうっていう感じ。だってさ、アメリカ行っても英語喋れんの俺ぐらいやんか。カナタ全然喋られへんやん。ちょ待って待って待って、うん、語弊がちょっと違う。何がよ。喋れんのあんすか。いやいや姫たち俺のツイッター見てくれてるよね。イングリッシュアスカ。待って、調べてるとこ何回も見たことあるね。やめろやめろ調べてるんやけど。やめろ。みんな俺ツイッターで言わんかったけどさ、あれ調べてんねんで。イングリッシュアスカって言ってるけど、なんか間違ってないかな、ちょっと調べようって言って、なんか調べてるよみんな。そりゃしゃあないやろ、辞書を引いてわざわざやってなんかパパパって、ちょっとそうそうやめろってみんな最悪営業妨害って言われてんねん。辞書の気持ちも考えたらよいやアスカできてないやん。でもできひんやん。いやそのおかげで英語の点数も良くなってってるから、うん、ちょっと喋ってみてや、英語。ハロー。もうちょっと長いの。ハロー。ハロー、あとは。My name is Asuka Kaido。うんうん、かっこいいかっこいい。I love you。続きは ?I love you の次、愛してるの続き。I love you。I love you。And。And。Very happy day。もうできひん人や。かなた、ハッピーバースデー。うん。And you?なんで聞いたん遠慮って俺誕生日って言って俺の誕生日やで。いやなんで聞いたん。喋られへんけど。うん。いやでも点数はいいよね、かけるよね。なんか喋られへんけどかけて、なんか点数いい人ってめっちゃおるよね。やめろ、なんかカンニングしてるみたいやんけカンニングはしてないやろ。してんの、カンニング。してないわ。してないやろ。してないわ。じゃあ英語のさ宿題とかめっちゃ早いのよ。みんな聞いてる。聞いてるって電話ちゃうぞそうでね、めっちゃ早いんだけどさ、いざ喋ってって言うとね、全然喋られへんねん。なんで、何がちゃうんやろうね、何があれなんやろうね。いやそれは俺は勉強してるけど、うん、別にリスニングとかは、あそっか、あんまりしてないから。そういうことね。そういうこと、リスニングしていこう多分すぐできるよ、アスカなら。うん、ありがとう頑張るわ。頑張って。じゃあラストなんかやろうかな。何やる。じゃあラスト、うん、今、うん、カイドウアスカにしてほしいこと。カイドウアスカにしてほしいこと、うん、今、うん、今、うん、ちょっと今やってほしい、このラジオを通してやってほしいこと。そう、この配信を通してやってほしいこと、うん、じゃあ一個やってほしいことがあってさ、うん、ちょっと待って、それ言うの、せーので言うねんから。あーそうだ、せーの、え、あ、一言一言。オッケー、いくで。うん、もう出た、頭に出た。オッケー、きっとこれをしてほしいんやろうなっていうやつ、うん、いくよ、うん、せーの、めっちゃテンション高くして配信してほしい俺みたいに。いやいや絶対嫌や、絶対嫌やわ。うん、分かった、テンション高くして俺みたいに。じゃあ俺が女、逆にしよう。分かった、俺がテンション高くで俺がなんだろう、テンション低くじゃないけどちょっとクールめでいくわ。オッケーオッケー、じゃあ行こう。これでいこう。そのテンションで、逆のテンションでもう何個か質問やろうか一言じゃないしっていっぱい言われてるほんまそうやで、ね、いくね、うん、かなたの初恋はいつですか。急に質問くんねや。これ結構たくさん来たよ。そやね、多数って 言われてるよね。俺が初恋、これはね、うん、実は、うん、姫たちが初めてです。違うんよ。初恋はちっちゃい頃にみんなが大好きやった先生、そう、アスカも好きやったあの先生よ。もうやめへんしんどいわしんどいよ。いや、めっちゃかっこええやん今の。ちょっと俺これでいこう。いや今からこれでいくな。しかも初恋初めて聞いたわ。初恋、いや、やらんでええねん。初めて聞いた。みんなが大好きだった先生、先生俺も好きやったんや。好きやったやろ。なんで知ってんねんそんなこと。言ってたよ、いろんな話してくれて。あのボソボソ喋んのやめてくれ図書館ちゃうねんか。うわ、イケボーって言われてんで、ね、裏いきなりボイスってことやんな。
違うよ、ありがとう。いけないボイスや。あ、いけないボイスか。いけないボイスな、なんで声ちっちゃって。ちょ、もうちょっと張ればいい。ちっちゃい頃みんなが大好きやった。ちょっと待って、え、喉にゴミがある。ゴミがあるってどこだ。出して出してる、出してる、引っかかってる。引っかかってないよ。じゃあラスト、うん、これも最後の問題にふさわしい。これもたくさん来た。なになになに。アイドルになろうと思ったきっかけは何ですか。まあこれ多分アスカもわかると思うんだけどさ、うん、2人のさ大切な目的ってあるやん。それのために頑張るって決めて、うん、そう、それそれを今から俺がまず答えを言ってから、うん、かなたが言うはずやったのに、かなたがいきなり答え言い出した。さっき言ったあかんやつかこれ。最後の質問にふさわしい言うたのに、うん、勝手に。最悪やな。さっき言ってもた、ごめんごめんごめん。フライングの癖あるから、フライングかなたにしといて。飛ぶな勝手に。でもそれにね、まいっちも協力してくれるって言ってね。確かに前田くんもね、そう、見に来てくれて、ほんまにみんな姫たち、そして前田くん、うん、本当にたくさんの人がいるから、うん、俺たちこうやって配信できてるし、そう、ほんと日々感謝や。日々感謝よね、みんなに。そう、さっきの配信でも運命言ったけどね、うん、運命は決まってるからね。こうやって出会えたことも決まってたからね、みんな。どんな時も金時も。何言ってんの、やめて。何言ってんの、ちょ、もう一回言って、もう一回歌ってや。かなた、アスカの歌ってな、あんまりあれ聞いてないもんな。みんなちょっと歌ってみて今の。どんな時も金時も、続き何やったっけ。つ、土に戻す芋、グッバイ。どういうこと。やめろ、もうちょ、リズムに合わせて言って。いや、もう知らん。ほんで、かわいいな。いやいや、ほんまに時間配分ちゃんとしてくれよ。いや、してるよ、してる。あやな、みんなさ、寝る時間やからさ、うん、もう飛ばそうかなと思って。ちょ、何何、ちょ、いよいよいよ、え、いよいよ何何。いや、でも姫たちがまだ起きれるよって言うんやったら、うん、あと一個だけやろうかなと思ってんねんけど。起きれるやろ、おねんねすんの。いや、寝たいっていう人はさ、画面消してもさ、声だけ聞こえるから声だけ聞いといて。で、あの、おねんねして、安眠について。安眠って失礼やろ。安眠について、うん、まあほんまはこれからやろうと思ってんのは、うん、まあそうやな、うん、手紙でも。わっ、あっあっあっ、何、手紙、あ、手紙言うやつ。いや、テレビでよくやるやつじゃん、あれ。いや、まあやんの。いや、やんの。やばっ、はずはずはず。手紙が書いてきたけど、うん、もう姫たちがもう眠たいって言うんやったら。何何何、やっぱ姫ファーストやから。うん、姫ファーストっていうの。姫ファーストやから。姫ファースト、姫がもう一番やから、うん、姫たちが眠たいって言うんやったらもう、うん、やらんし、彼方に渡すだけにするし。みんな聞きたいよね。俺もめっちゃ聞きたいから、起きといてや。起きといてや。まあみんなが、あ、起きれる。あ、起き、あ、目咲いてきたやて、ほら。さすがやね。さすがやね。じゃあ、あの、都合のいいね、都合のいい目やね、みんな。やめなさい。じゃあ時間もそろそろやし、うん、最後に彼方に手紙を読みたいと思います。うわ、マジ？ちょっと見してや、その手紙。いやいや、それ見たらあかんやろ。なんで一緒に読むねん。一緒に読むや。読まんわ。読んでみて。言います、うん、彼方へ、うん、いつも隣におるんで改まって言うことなんか特にないけど、とりあえず誕生日おめでとう、うん、ありがとう。以上。以上なの、少なない。てのは冗談で。あ、冗談な。彼方とおるようになって、うん、毎日だるの連続やけど、だるだるや。まあ飽きなくなっていいかなと思ってます。ほんまに、ほんまにだるって思うことはあるけど。ほんまにって続いてもた。ちょっと黙ってくれへん。なあ、なになになに。合いの手入れんでええねん。いや、合いの手入れてない、嬉しいからさ、こうやって。高校生のカラオケちゃうねん。ようみんなカラオケで言うけどさ、よいしょとか。よいしょなんか言ってないで俺。ちゃう、そういうことちゃうねん、うん、カラオケちゃうねん。カラオケちゃうねんって突っ込んだな。ちょっと待って、もう一回言うから静かにしといて。静かにしといて。ほんまにだるって思うことはあるけど、このショールームの生配信も新しいチャレンジやし、最初はどうしようって手探りからのスタートだったやけど、今はこうして応援してくれるたくさんの姫や王子、
と一緒にかなたの誕生日を祝うことができて本当に嬉しく思っています。おおおおおお、みんな来たよ。愛の手入れてね、みんなも。やめて。もう読まんで、じゃあ。読んで読んで読んで。じゃあ静かにして。いいとこやから今。静かにしてな。うん、静かにする。昨日のツイッターもアスカのファンが祝ってくれて幸せを感じました。うん、感じました。思い返せば二人でいちご狩りに行ったり、あ、行った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 な。桜見に行ったり、見に桜、あー見に行ったな。オリンピックじゃん、なんだっけ、なんだっけ、何なんだっけ、オリンピックじゃん、なんなんだっけ、ピクニックや、ピクニック、ピクニック、四年に一度、四年に四年に一度のピクニック。規模がでかい。とまあいろんなことがありましたね。うん、あったな。彼方の配信は基本、うん、フラ、フラ、聞いてる聞いてる、うん、鼻痒い、うん、この3つ、うん、基本この3つしか言いません。言うよ。彼方三大言語だと僕は思っています。おー、まあいつも楽しくコメントしています。うん、まあ彼方とアイドルになって絶対デビューしようって決めて、うん、2人して東京まで来て、うん、ほんまなんやかんや言って感謝してます。感謝してんの、かなた。感謝してんの、かなた。何、まだ見てない景色を、うん、一緒に見ような。俺とかなたは最高なバディやと心の底から思ってます。これからも末永くよろしくお願いします。最後に、いい加減時間配分できるようになろうね。この後俺の部屋で反省会や。以上、かなたのベストパートナーのアスカより。イエーイ。ちょっと最後噛んだよね。ちょっと噛んでないわ。ちょっと噛んだよね。イライラが増してもうて。みんな泣くを言うてんで。ティッシュある？ちゃんと周りに。みんな拭いてや。みんな泣きたい気持ちもわかる。一番泣きたいのは多分な、かなたやね。なんでかって言ったらこの後反省会やからな。いやいやいや、ちゃうよ。ケーキ食べよ。ケーキ食べよ先に。ほら見て、ほらほら、アートもほらケーキやで。ほら、しかも今の手紙にバッチシのさ、あの暗さ加減じゃない？確かにな、いい感じやん。まあ、あともう一個プレゼントがあんねん。待って、何？さっき、うん、今一番食べたいものは何って言ってた。何何何何？プリンって言ってたよな。マシュマロ？プリンやろ。ことごとく全部話崩すよな。俺ら二人でこのいい雰囲気作ってさ、一個ずつさ、うん、積み重ねてったやつをさ、積み重ね、噛むなよ。噛んじゃった。プリン食べたいって言ってたやろ。食べた、食べた。俺昨日実はキッチンでゴソゴソしてたやん。してた。え、なんか何作ってんねやろ。めっちゃ心配してたけどさ、アスカが頑張ってんなと思って黙ってたんよ。実は何、プリン、プリン作り、作りまし、い、何た、イエーイ。だからもうそろそろ早くプリン食べて寝ないと明日も学校やし。だからか、冷蔵庫に変な物体あるなと思って。やめろ、プリンや。変な物体って言うな。変な物体あるな思って。プリンや。あの、黙っとこうと思って。これ以上言うと食べささんぞ。いや食べる食べる、絶対食べる。まあだからプリンも待ってるし、そろそろ時間もね。姫たちもごめんね、夜遅くまで。遅くまでごめんね。ほんまは早く終わるつもりやってんけど、かなたが時間配分間違えるから。そう、20分過ぎたもんね、俺の配信一回。まあでもどうやった、かなた、今日誕生日、姫たちとたくさんね、お祝いできて。うん、いや、めっちゃ嬉しかった、ほんまに。こうやってアートもいっぱい書いてくれたしさ、みんなが祝ってくれたし、そしてアスカもね、こうやって手紙書いてくれたりね。昨日ね、プリン作ってくれたやろ、夜に。うん、作ってくれたやろ、ゴソゴソしてたやろ。うん、いや、めっちゃ嬉しいやん、こうやってね、僕のためにみんながこうやってやってくれる。どうも、世界から愛されている、いちごやかなたでした。はい、ということで、明日のね、配信の時間もね、これね、うん、今日はかなたが9時30分からやったけど、うん、明日からは僕、カイドウアスカが21時30分から22時まで、うん、で、かなたが22時から、じゃあ22時15分から22時45分まで。そう、ちょっと過ぎるかもしれませんが、皆さんよろしゅうお頼申します。いつの時代やねん。ほんで保険かけんない。勝手にお前、ま、誕生日やから許したってるけど、うん、明日なったら許さんからな。それを許してくれんのがアスカやろ。そうって言うとでも思ったか。いいな、かわいいな。まあということで、うん、今日も幸せな一日を過ごせたやろ。過ごした、うん、だってもうあと1時間でもこの日過ぎるってなるとなんかちょっと寂しいよね。寂しい。だからさ、
24時までしようや、これやらんわ姫たちももう眠たいね。眠たいの？なんでな？なんでなんて、それはもうみんな疲れてんねん。あの、寝といてや、配信前に。かなた、なになになに、終わる気ないやろ喋る気満々やで、もう。もういいから、かなたもプリン食べて。あ、プリン食べてくるわ、みんな。そう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 、ごめんね。まあ、やっぱりね、うん、今日もとても幸せな日やったけど、うん、やっぱりもっと幸せな日を過ごすの、過ごすというか。なんで噛んだ今いいこと、いい雰囲気来たのにさ。じゃあなんでそれを言うん噛んだとか。終わらんな、こうやってたら。もういい、かなたが締めて、じゃあ最後。何、俺はもう締めへん。なんで締めへん。いや、締めてよ。締めへん。閉店ガラガラーって。いや、なんで黙んの、締めて、ほんまに。ちょっと恥ずかしかったんやけど、今の。締めてや。いや、今、19,967人の人見てるで。アスカが締めないと、これは。締まれへんから、俺。俺ってどういうことやねん。締まれへんから、俺がやったら、絶対。まあ、ということで、うん、姫たち。夜遅くまでありがとう、うん、ありがとう。アスカの二人でデビューに向けて頑張るから、うん、頑張る。みんなこれからも俺たちのこと愛してね。一生離れんなよ。愛してな、一生離れんなよ。マネすんなよ。マネすんなよ。もういいわ、もういいわ最悪最悪ということで、みんなありがとうね、うん、ありがとう。じゃあ最後どうやって終わる、どうやって終わる。最後は、最後はやっぱさ、このアートいっぱいみんな書いてくれたからさ、名前だけでも言おうや。名前パーって言って、うん、今日もあなたの夢で、あ、言う、それアスカナクルージングで行った。あ、いいやいいやいいや、それ行こう、それ行こう。アスカナクルージングで、アスカのね。あ、待て、2万人過ぎた。お、すげえ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 。じゃあ2万人に感謝の気持ちを伝えていこう。そやな。じゃあね、これいっぱいね、あの、何、フラッシュショーっていうのやったっけ、スライドショーね、スライドショーね、スライドショーね、こうやっていっぱいアート出てた人の名前言いたいと思います。いきます。あきおさん、おむむさん、さとみさん、ちゃんみきさん、チョッキシ岡田さん、ハリウサギさん、デスイさん。デスイさんや。デミズね。あ、デミズさんか。そう、最後のこれデミズさんかな。あーこ、あきら、あつじ、からめんたいこ、カレーパン、みみ、りょん、うん、みんなありがとうね。ありがとう。じゃあ最後いくよ。今日もあなたの夢でアスカナクルージング。みんなおやすみ。おやすみ。じゃあね。じゃあね。